何をしている、フィネガス。見ればわかるだろうに、鮭を所望している。さらに言うならば、油が飛び散るほどに焼いた鮭だ。鮭を要求するな。干し草でも食べてろ。焼き鮭なんてふざけてるのか。だいたいそもそも馬が魚を丸かじりするんじゃない。俺は馬ではない、精霊だ。ならば上等な食物を所望することに何の不調和がある。お前と出会った時、どうして馬なんだと疑問を覚えなかった自分を恨めしく思っているよ。武器と化す精霊もいるのだ。ならば獣の姿をかたどる精霊がいても不思議ではあるまい。それよりも酒だ。持ってきたのだろう。その袋から福いくたる香りが漂っているぞ。食え。フィネガス、僕は言ったはずだぞ。王都に着いた後は目立つ行為は控えろと。ここはもうお前が僕に鮭を乱獲させた川じゃない。知ったことか。お前との契約には俺の世話も含まれている。暴れて騒ぎを起こしてほしくなければ、今後も鮭を運ぶがいい。このクソ馬。それよりも始めたようだな、念願の復讐を。何を驚いている。俺とお前はつながっているのだ。全てが筒抜けなど当然だろうに。かつての信仰も用いて情報収集、余念がないな。全てを利用するその様、いっそ呆れるほどにすがすがしい。言葉を選べよ、フィネガス。情報収集の側面は否定しないが、僕はラザルたちとの再会を喜んでいた。嘘だな。お前は今も憤激にとらわれている。全てを失った10年前からずっと。あの男と相対している間も、なぜあの時助けてくれなかった。俺が失っていた時、お前たちは一体何をしていた。そんなくだらない逆恨みを封じ込むのに精一杯だっただろうに。お前はあの雨の日に一度死んだのだ。今のお前は生粋の復讐者。歓喜など抱く隙間すらあるまい。やめろと言っている。意志が揺らぐそんな槍で俺を殺せるものか。10年もの間、一体誰がお前に武器の使い方を教えてやったと思っている。復
讐の炎によって燃え尽きるが定めならば、正常なもののふりなどするなよ小僧。半端が最も愚かであり、見ている俺が不愉快だ。小僧と呼ぶな、セール。俺は認めた者しかマナでは呼ばん。そしてフィアナよりはるかにつまらないお前は一生小僧のままだろうよ。その殺意がどれだけ鋭くなり、その瞳がどれだけ赤く染まろうともな。この瞳の偽装は決して解けることはないな。誰に物を言っている。お前が槍の衝動を全開にしない限り、周囲にはただの目にしか見えん。また来る。騒ぎは起こすな。かつての共柄に心乱されるくらいならば、花から再会など望むな、バカめ。これ以上なく不快だが、フィネガスの指摘は当たっている。あれのことの葉は俺の心を映し出す鏡。俺はいびつな心の隙間を埋めなくてはならない。雑念などに振り回されないように、誰よりも冷酷であれるように。あの日、殺意はもう誓った。俺は必ずフィアナたちを死に追いやった獣どもを抹殺する。